夫の大輝とは大学時代の同級生でサークルも同じだった。学部も同じなので必然と一緒にいることが多く、ある時夫から告白されて付き合うことに。大学4年生の時に私の妊娠が発覚し、学生結婚をした。夫は大学卒業後に就職し、私は娘を育てるため就職はせずに家庭に入った。あれから3年、とりあえずなんとか生活をしているが、気がかりなことはいくつもある。まず義両親の存在。義母も義父も学生時代に付き合っていた頃から知っていたのだが、結婚する前と後で私への態度がガラリと変わってしまった。付き合っていた頃は義母は、大輝なんかと付き合ってくれてありがとねとか、マリちゃんがお嫁に来てくれたら嬉しいんだけどねなんて言ってくれて、とても優しいなと感じていたのだが、結婚後は嫁はもっと義実家のために働けとか、孫の顔を毎週見せに来いとか命令口調でいろいろと無理強いしてくる。この前だっていきなり私たちの家に来ては、お茶がぬるいとか、私はせんべいが食べたい、羊羹なんていらんとか好き勝手に言いたい放題。こっちは子育てで忙しいのに勝手にアポなしで来ないでくれるって何度思ったことか。義父も結婚前はこんなべっぴんさん大輝にはもったいねえなとか言ってくれていたけど、結婚後はでき婚なんて恥ずかしい、嫁側がちゃんと否認しないからこうなったんだとひどいことを言ってくるようになった。そのくせいつも私をいやらしい目で見てきて本当に気持ち悪い。まだ娘が赤ちゃんだった頃なんかは、私が別室で授乳中と知っていて、わざと間違えたふりして扉を開けたりなんてこともあった。あの鼻の下が伸びた顔、マジでぶっ飛ばしてやりたいと思った。夫は夫で頼りない。私が義母にあんなこと言われた、義父にこんなことされたと嫁いびりについて相談しても、あらら大変だったねとだけ。あとはテレビや趣味に夢中、全然話を聞いてくれない。俺がガツンと言っといてやるみたいなことを言ってほしいのに、なんなのこいつ、ほんと頼りないって思った。夫は昔からかなりの自由人、学生時代もいきなり音信不通になったかと思いきや、インドに1ヶ月バックパックしに行ってたとか、急に大学の友人と留学斡旋の事業を始めてみたりとか、突拍子もないことをしだす。その時は外国人留学生や海外に留学したい学生を集めて交流パーティーを開いて、その時の会費などで収益を上げていたらしい。そしていきなり留学斡旋の事業を辞め、その後は何か新しくできたベンチャー企業のインターンをしていた。あちこちとベクトルが変わるので、当時付き合ってる身としてはなかなか落ち着かなかった。インドに行ってた時はその間に私の誕生日もあったのに、祝いの連絡が一言もなかったことは今でもちょっと根に持っている。そんな夫となぜ別れずに付き合っていたかというと、不安だとしてもやっぱりそういう自由なところに魅力を感じてしまったのだ。今ならあの時の私バカ、精神的にもっと大人になって考えろと叱ってやる。本当バカだったと思う。それでもその時は夫は自ら未来を切り開いていくかっこいい人のように見えてしまっていたのだ。あとは私もこの人と一緒なら自由に好き勝手できそうだなって勘違いしていたのもある。私だって留学とかいろいろやりたいと思っていたことがあった。子供を授かってしまって家庭を持っても楽しくやっていけるんだろうなと思っていた。夫がここまで非常識な人間だとはその時は思いもしなかった。夫は趣味も凝ると相当厄介なものになる。今はガンプラにドハマりしていて、毎日のように買ってきては組み立てている。いった何踏んだと思う時は大抵ガンプラの部品や切り落としたクズみたいなやつ。さすがに毎回こういうことがあると本当に腹が立つので、私が注意するのだが、その度に喧嘩になる。いい加減にしてよ、家中ガンプラだらけにして、ほんと落ち着かない。なんだよ、俺の趣味なんだからいいじゃん、俺が自分の稼ぎで何買おうと関係ないだろ。だいたいガンプラだって1個単位の値段は安くても、こんなに何十個も買っていたら相当な金額になる。この人の金銭感覚はやばい、そう思った。
だから私がなんとか少ないお金で生活をやりくりしなければいけなかった。1週間の献立をあらかじめ決めて、必要な食材だけを安いスーパーでまとめ買いする。そしてスーパーに行くのは1週間に1回だけ。無駄なものは絶対買わない。甘いものが欲しい時も自分で作る。毎日家計簿をつけて、どこか費用をカットできる部分がないかその都度調べる。そういう血のにじむような努力を続ける必要があった。それでも夫の浪費によって家計が火の車になることがしょっちゅうあった。そもそも似たようなガンプラをいっぱい買って楽しいの？鑑賞用とか開けないやつとか同じのも複数買ってるし、私がとにかく部品やらゴミが散らばるのが嫌だと怒ったら、次の日に夫はルンバを買ってきた。いや、まあありがたかったけども、そういうことではないんだよな。あとルンバ買うお金ももったいない。ガンプラに囲まれる生活が3ヶ月ほど続いたある日、大量の段ボールが届いた。すると夫は段ボールにガンプラを全部詰めて車へと押し込んだ。何やってるの？いや、全部売ってこようと思って。神様が私に味方してくれたんだ。私はもう嬉しくて仕方がなかった。やっとガンプラとお別れできる。これでガンダムに見られながら食事しなくて済むようになるんだな。数百個はあったであろうガンプラを売っただけあって、相当なお金になったらしい。夫は大喜びで帰ってきた。これで少しは家計も楽になるなと私は安堵していた。しかしそれは次の地獄の前のエピソード0に過ぎなかった。ある週末、夫から許可を得たので私は久々に実家に娘を連れて帰った。実家の母の手料理を食べ、父に子供と遊んでもらい、久しぶりに家事や子育てから解放される。ああ、自分はこんなに気を張って生きていたのかと実家のお風呂に入りながら思った。だいぶリフレッシュできたなと日曜の夜に家に帰ると、私はとんでもない光景を目の当たりにした。そこにはずらりと並んだ釣り用具、釣り竿のオンパレード。ああ、また新しい趣味が始まった。夫は今度は釣りにはまり、毎週末釣りに出かけるようになった。勝手にはまる分にはいいのだが、今度はこっちの生活リズムも崩されたので困った。釣りは毎朝早いので夫は5時ぐらいに家を出る。勝手に出て行ってくれればいいのだが、私を4時頃に起こしてはお弁当作ってと言い出す。コンビニで塩おむすびでも買ってろやと切れながら言っても、毎回のようにお弁当作ってと言ってくるので、最近は諦めて適当なお弁当を作ってやっている。そのせいで週末は毎回寝不足。実家に行く頻度も増えてしまい、ちょっと親に申し訳ないなと思う。そんな中、私は夫の信じられない一面を見ることになる。それはある日の週末のこと。私が買い物に行って帰ってきた時、夫が電話をしていた。相手は声が大きかったのですぐに分かった。どうやら岐阜と電話しているようだ。岐阜からは生活は大丈夫なのかと心配する電話のようだった。夫は私が帰っていることに気づいていないようで、全然大丈夫などと適当なことを言っていた。岐阜が、いやでもお前いろいろと趣味に金かけてるみたいじゃねえか、孫の学費とかちゃんと考えてるのかと質問すると、夫はとんでもないことを言い出した。まあなんだろう、今はなんか子供の DVD とか売れるみたいだからさ、娘が小学校の高学年とかになったらそういうのやらせようかなって思う。水着とか着させてグラビアやらせれば、そういう趣味の人には人気出るらしいよ。私は言葉を失った。娘を売ろうとする最低な男だこいつは。盗み聞きしていたのを悟られないように、電話を終えて少し経ってからただいまと言って家に入った。そして次の日、夫が釣りに行っている間に荷物をまとめて娘と実家に帰った。実家の両親に事情を説明すると、憤慨していた。そして好きなだけ実家にいていいと言ってくれた。夜になっても私たちが帰ってこないので夫から電話が来た。私は、あなたとはもうやっていけません、離婚してくださいと言った。夫は、本当にすまなかった、許してほしいと謝ってきた。なぜすぐに謝る？盗み聞きしていたのがバレていたのか。すると夫はとんでもないことを言い出した。茜さんのことだろ、本当に申し訳ない、話そうと思っていた。何のことだ茜、
私の友人のことか。話をよくよく聞くと、私の友人の茜と不倫していたらしい。茜は高校時代の私の友人で、夫とも何度か会ったことがある。いつの間に不倫を。茜にすぐ連絡すると、さらに驚愕の事実が発覚した。なんと茜は妊娠2ヶ月だった。そして夫は私と別れて、茜と結婚するつもりだったらしい。突然のことで混乱する私。とにかく全員の一家を集めて、弁護士も交えて話そうということになった。私と夫が住んでいた家に全員が顔を合わせる。私の父は夫を見た瞬間殴りかかろうとしたが、弁護士に止められた。それで、いつから不倫してたの？1年ぐらい前から。呆れた。私が夫の浪費に悩まされながらも、必死に家計をやりくりしようと頑張っていた時に、この男は私の友人と不倫していたのだ。マリー、本当にごめんね。この女は口ではこう言っているが、どうせ勝ち誇っているのだろう。義両親に関しては我関せずといった感じで、流れに身を任せるといった雰囲気を出していた。夫同様に適当な奴らだなと思った。私はもう夫への気持ちなんてこれっぽっちもなかったので、離婚は了承するが、慰謝料はきっちりともらうと言った。夫も友人も納得し、これでやっと一緒になれるねと二人で大喜び。私は席を立って帰る時に爆弾発言をしてやった。あ、そうそう、茜、もし生まれてくるのが娘だったら気をつけなよ。その人、私の娘が小学校の高学年になったら水着着させて撮影した DVD を売ろうとしてたみたいだから、あんたの子供も同じことされるかもよ。私の発言に友人一家が凍りつく。しかもこの人は収入の半分以上は趣味に使うから節約頑張ってね。どういうこと？と友人の叫び声が鳴り響く。友人の両親もありえないといった様子で夫を責め立てていた。私は構わず両親と家を出て、後のやり取りは弁護士に任せた。その後はスムーズにことが進んだ。弁護士を通してこれ以上娘とは会わせないことを誓約書にサインさせ、慰謝料も支払ってもらった。夫と友人から慰謝料をもらえたので、とりあえずは当分生活には困らずに職探しができそうだ。ちなみに夫はあの後友人にも見捨てられ、多額の慰謝料と私と友人の子供それぞれの養育費を支払う羽目になった。そして自分の娘を金儲けに利用したことや、不倫をしたことが会社にバレて減給となり、さらに地方の工場に左遷となったらしい。今では収入のほとんどが慰謝料と養育費の支払いに充てられているそう。ほんと、いい君だ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。